シュレンヌは、フランス、イルド・フランス地域圏、オード・セーヌ圏の都市。シュレンヌのパスレール通りから見る、パリ、デュピラ・リュデラ・パスレル、セーヌ川左岸に位置する。北をピュー・トート・ナンテール、南を、サン・クルー、西をリュエイ・マルメゾン、東を、パリ16区と接する。モンバレ要塞、シュレンヌとは、ラテン語のスリスンに由来する。百十八年、シャルル・タン・ジュン王は、パリハクロベールと、 サンジェルマンイコールデイコールプレ修道院に、現在のシュレンヌの土地を割り当てた。1844年、かつての修道院跡地にモンバレ要塞が建設された。1914年に第一次世界大戦が勃発した時、シュレンヌは、砲弾製造の中心となった。アンリス・リエが市長を務めていた1920年代、シュレンヌ田園都市が建設され、低価格住宅が作られた。 第二次世界大戦中、モンバレー要塞はドイツ軍に占領され、1000人以上の囚人や捕虜が処刑された。現在、国家によってモンバレー要塞はフランス正式念仏とされている。ありがとうございます。